ついに来ましたよ。ついに来ましたよ。めっちゃ近い。この木、イリっていう木、昨日のワークショップみたいなのでこれのことを言ってました。アボリジニの人はここに今緑のちっちゃな実がなってるんですけど、熟したらこれを食べ物にするらしいですよ。壁画ですね。信じるか信じないかはなさ。水がある。こんな超乾燥してきそうなところに雨とかが降ったらきっと水が流れてくるでしょ。すごい。こんな岩肌のジャンプを歩くところがある。でかいよ。すごいっすね。セグウェイとかチャリで回るツアーもあるみたいですね。またすごいとこ来た。しかもね、誰もいないですよね。人っ子一人いないでしょ。キッチン系。これもすごいな、形が。入れるんだ、すごい。あ、違う。ん？どうなってんだこれ。時間帯だからなのか誰もいないんだけど一人占めしている状態なんですけど、すごいな。
今知ったらこっから水が来るってことか。本当これすごい。水が来るのか。私はここから登ってたんですね。この前スーパーで買ったアボカドをサーモンのせて、朝のヨーグルトが若干残っちゃってるんで、これでソース作ろうと思います。塩少々、胡椒少々、ドライハーブ、たまたま今ローズマリーを持ってるんでローズマリーを使うんですけど、本当はディルとかが合いそうかな。これもドバッて出そうだな、怖い。 OK、ローズマリーいい香り。これにオリーブオイルをちょろっと。完成、ヨーグルトソース。お昼ご飯できた。超即席ですけど、いただきます。うん、大変。ヨーグルトソースがさっぱりしてるんで、あっさりいけます。じゃあ乾燥してその水たまり。いや、戻ってきました。真っ暗なんですけど、星空が超すごいです。天の川的なものとか普通に見えて、めちゃくちゃ綺麗です。今8時半ぐらいなんですけど、プレミア公開予定してるんで、ちょっとテイクアウトのお店で、ご飯買ってホテルの部屋に戻ろうと思います。美味しそう。
これね、なんか注文を受けてその場で作ってくれたんですよ。なのでめっちゃ熱々です。ライムをかけていただきます。エビ、うんうん、ここのお店はね、確かテイクアウト 17.5 ドルかなんかで、この界隈では安めな方。ちょいちょい野菜も入ってる。セロリ、パプリカ、ブロン。いただきます。なんか毎日同じようなもの食べてるような気がするけど、まあまあまあ、このチキン冷めても美味しい。朝はいいな、涼しいし、ハエもいないし。今ちょうど7時ぐらいです。全然涼しい、気持ちいい。この鳩にトサカ生えたみたいなやつがここにしかいない鳥らしいです。Thank you.